はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、美野健二です。さあ本日の動画は、宝塚記念が終わって上半期の JRA のレースがね終了して、でちょっとね振り返っていこうかと思います。どういった傾向があって、まあ後半秋競馬にどういったことが予想されるのか、ちょっとね振り返っていきましょう。まあ分かっていることは、まあ牝馬の活躍が多いなっていうことなんですけれどもね。ではでは、実際に見てみましょうか、結果を。こちら JRA のね、G1 レースを対象にした結果ですね、今年の。まあ、牝馬限定レースを抜かして、牡馬混合ですね。で、あと一応クラシックも抜かしましょう。サツキとダービーも、ほぼね、牝馬は出れるけど、今年は出てなかったんで、そこは度外視して、で、フェブラリーステークスがモーザースコット。高松の宮城記念がモズスーパーフレア。モズスーパーフレア、牝馬ですね。で、大阪杯がラッキーライラック。そして、NHK マイルがラウダシオン。で、安田記念と宝塚記念ですね。グランアレグリア、クロノジェネシスと。やっぱり牝馬多いですね。NHK マイルカップはラウダシオン、ポバーが勝ってると。ってことを考えると、フェブラリーステークスと天皇賞春。まあ、天皇賞春もね、牝馬は一頭だけでしたね、出たのが。メロディーレーンだけです。まあなんでこれも度外視していいでしょう。あとは、フェブラリーステークスも確か、ボバーは、牝馬は出てなかったと思う。うん、出てないね。だからここも牝馬が勝つことはないんで、あれなんですよね。純粋にボバー牝馬の混合レースだと、ほぼほぼ牝馬が勝ってる。NHK マイルも、ラウダシオン一着はボバーですけれどもね。二着三着、牝馬なんですよね。レシステンシア、ギルデッドミラー。やはり好成績は残してるなっていうことですよね。やっぱり今年は、こういう傾向にあるのかなっていう感じはしますよね。まあ、スプリンターズステークスも、まあ、グランアレグリアがもしかしたら出るかもしれないし、そうなるとね、最有力候補にも、間違いなく上がるんでね。まあ、もちろん、モズスーパーフレアもわかんないですけれどもね、出るかどうか。秋華賞を抜かして、菊花賞も抜かしていいでしょう。あとは天皇賞秋ですね。どうなるか。まあこの辺も有力馬は、まあ小馬だとやっぱりアーモンドアイ。そうですね。大阪杯買ったラッキーライラック。で、クロノジェネシスがどうするかどうかですよね。宝塚記念に関してはやっぱり馬場っていうのが完全にプラスに働いたのは間違いないんで、やっぱり重い馬場ってなると、クロノジェネシスが有力にはなるんですけれども、ここで問題になってくるのが、凱旋門賞に出るかどうか。今年の情勢で言うとちょっと難しいとは思うんですけれどもね。やっぱりね、期待する人はね、多いと思うんですよね。でもし仮に行くとしたら、やっぱり鞍上は北村雄一騎手に、で行ってほしいですよね。ぜひとも。せっかくここまでね、コンビ組んでるのに、オルフェーブルの二の舞かってなっちゃうよね。凱旋門賞行ったら池添さんを下ろされてで結局勝てなくてねっていう、しらけちゃうよね。こうなるとまあ本当に挑戦するんだったら北村雄一騎手に乗ってほしいけどね。まあまあまあどうなるかわかんないけどね。でもやっぱり今年はボバ牝馬の混合 G1 は牝馬の活躍目立つなっていうことですね。まあ本当に NHK マイルカップぐらいだね、まともに5番牝馬結構混じって出たレースって考えると、安田記念も宝塚記念も牝馬が勝って良い勝ち方だったからね。しかもたまたま展開が向いたっていうわけではない。クロノジェネシスもね、たとえ両馬は当たったとしても、まあクロノジェネシス勝ってた可能性も高いんじゃないかな。まあ両馬場だとねまたちょっと違うんですけどね。ラッキーライラクとかアーモンドアイも両馬場ねを得意としてるから、また違った結果になったかもしれないけれどもね。まあでもそれにしても強かったですね、クロノジェネシスは。まさかあんなに差をつけるとは、馬場適性とはここまで差がつくものなのかなっていうのを実感しましたね。まあそこはいいでしょう。今後どうなっていくかっていうことですね。まあ、中華菊花の、ね、3歳クラシックは抜かすとして、あとはエリジョですね。スプリンターズ、マイルチャンピオンシップ、ジャパンカップ、まあチャンピオンズカップも、まあ多分牝馬は出てこないんじゃないかな。今ちょっと、ダート界は強い馬いっぱいいるからね、ボバに。
そして、オープフル。オープフルどうなるかわかんないよね。で、あとは有馬記念と。まあやっぱここも、牝馬がどうなるかっていうのは気になるよね。前半戦は完全に牝馬が来ることが多かったっていうのは間違いないから、今年はそういう年なのかなっていう気もするし、まあ完全に前半後半で流れが変わって、今度はボバが来るっていうことも、まあなくはないと思うんですよね。競馬なんてね、何が起こるかわかんないからね。まあでも、ラッキーライラック、グランアレグリア、クロノジェネシス、ともにね、勝ち方がね、強かったんですよね。単純に展開が向いたり、ババッが向いてたっていうだけじゃなくて、単純に力があって勝ったっていう感じがするから、難しいところですよね。これからボバの巻き返しがあるのかどうか。まあそういうのも注目だし。まあなんといってもやっぱね、コントレイル、ヒアリングタフトの、無敗の二冠馬、ボバ牝馬ともに無敗の二冠馬が誕生したっていうのがね、史上初めてなんで、この2頭が三冠達成するかっていうのも注目ポイントですよね。まあ待つ間違いなく、中華菊花出てくるでしょうしね。まああとは、海外遠征が今年あるのかどうか。まあこういう情勢だからね。まあ凱旋門、冬だと香港だけど、なかなか難しいところではありますよね。まあまだね、先のことなんで、どの程度になってるかはわかんないですけどね。まあ完全に収まってるっていうことは、今の情勢だとちょっと考えにくいけど、まあでも香港と、まあヨーロッパだとね、ちょっと事情も違うからね。香港に関しては、もしかしたら結構遠征するのかなっていう気はしてる。まあ毎年結構ね、香港はね、遠征してるからね。その辺もどうなるかっていうのは気になりますね。まあまだまだ新馬戦は始まったばっかりだから、ちょっと情報が少なすぎるから、まあちょっとね、置いておくとしてね。まあやっぱ気になるのはクロノジェニス、まあラッキーライラックの今後のローテーション、グランアレグリアとかね、のローテーションですよね。まあグランアレグリアはどうするのかな？スプリンターズ、マイルチャンピオンシップを目指すのかっていうところですよね。まあ感覚的にもちょうどいい感じだし。まあもしかしたら、その2つ、スプリンターズとマイルチャンピオンシップ、グランアレグリアが取ってもおかしくないかなーっていう気はしてる。まあ普通に考えればアーモンドアイは、マイルチャンピオンシップには来ないでジャパンカップにね、来るでしょうしね。エディジョはさすがに来ないと思うよね。まあ普通に秋コバ三冠、まあ天皇賞ジャパンカップ、有馬記念を目標にするのか、どうなんでしょうかね。まあその辺まだわかんないけどね。まあいずれにせよ楽しみですね。まあそうなってくると、まあコバで、もうちょっと頑張ってほしいよね。まあフィエールマン筆頭に。もうちょっと、ね、コバに、のボバに頑張ってほしいなっていう気持ちはある。まあでも、ラッキーライラク、グランアレグラ、クロノジェネシス、強かったなっていうのはあるね。まあ、ボズスーパーフレア。まあ、高松の宮記念に関してはね、まあ、この辺は展開ババっていうのが向いたかなっていう気はしてるよね。まあ、その中でもグランアレグリアの追い込み、あそこまで追い込んでくるとはっていう感じですよね。強かった。あと気になるのはダイアトニックかな。函館プリントだったかな。この間勝って、十分ね、G1 でも勝ち負けできるぐらいの、まあ、いい勝負はできるんじゃないかなっていうぐらいの力はあると思うんでね。その辺も気になるよね。まあ、いわゆる夏の上がり馬が秋になってどこまで絡んでくるのかっていうのは気になるところだよね。まあ、あとはラウダシオンがどういうローテーションを組むかだよね。まあ、あとレシステンシア。レシステンシアは普通に秋華賞を狙うのかな？どうなんだろう。適正的に見ればマイルが適距離なんじゃないかなっていう気はするけど、でもそんなに距離が持たないっていうわけでもないと思うんだけどね。秋華賞ってなるとどうなんだろうね。難しいな。レシステンシアも相当な力はあると思うんですけどね。まああとはそうだな。サリオスだね。サリオスがどれぐらい巻き返すのか。またまた、一箇所を目指さないで、
天皇賞明け目指すっていうことももしかしたら考えられはするよね。まあでもコントレイルとバチバチにやり合ってほしいけどね、個人的には。やっぱりこのコントレイル、サリオス、今年の3歳ボバでは抜けた存在なんでね、ちょっとね勝負付けは済んだような気はするけど、でもやっぱりねそこはガチンコでぶつかってほしいな。まああとはそうだな、群雄割拠、のダート勢かな。やっぱダートね、近年本当に強い馬たくさん出てるんで、その辺がちょっとね楽しみですよね。ただレースがあんまりないっていうのがね、チャンピオンズカップぐらいしかないからね、中央だと。まああと他に交流重賞になっちゃうからね、もう少し整備してほしいよね、ダート路線を。まあ本当はね秋のブリーダーズカップに何とか向かってほしいんだけど、やっぱりこの情勢ではちょっと難しいかもしれないなっていう気はしてる。特にアメリカはねコロナウイルスの感染者がかなり多いから、まあ秋になってどの程度収まってるかっていうのもあるけど、まあなかなか難しいんじゃないかなっていう気はしてる。まああとはこの情勢下にね、無観客とはいえ競馬がね開催されてるってことに感謝はねしないといけないですよね。まあ無観客がどこまで続くかはわかんないけれども、まだしばらく続くみたいですよね、7月も。まあどの子まで、やっぱね秋競馬、秋の G1 までにはなんとか入場制限して観客入れれるようにねなってればいいなぁとは思うんですけれどもね。まあなんとも言えないからね、まあすぐにでもワクチンができて対策が取れるっていうなら全然観客も入れるんですけど、まあ現状そうではないからね。まあ個人個人対策取って、まあスポーツ観戦ですよね、主に。まあ競馬も含めて。一箇所に大勢集まるところにどうやって対処するか。まあ入場制限して、席の間隔空けてっていうのが考えられる対策だけどね。まあその辺は JRA が考えるでしょう。まああとは一人一人の意識をね、ちゃんと高く持って対策をしていきましょうっていうことですね。まあそれにしてもやっぱり牝馬が活躍してるよな。本当にまともにボバ牝馬の混合っていうと NHK マイルカップぐらいしかないんだよね、ボバが勝ったっていうの。一応天皇賞春にも出てるけどメロディーレーンだけが、まあそれじゃちょっとねフェアじゃないんでねフェブラリーもボバだけだしね。やっぱそうなるとこの前半戦上半期は牝馬の活躍が目立ったなっていうのがやっぱり印象に残ってるんで、まあその辺がどうなるかですよね。まあそれは今後ね注目していきましょう。まあこの後の夏競馬も注目ですけどね、そっからの上がり馬と、まあボバ勢、まあ3歳のクラシックもそうですし、コバのレースでもその上がり馬との対決っていうのがどうなるかも注目ですね。はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。それじゃ、バイバイ。